こんにちは。まあ、芸能人の方とか有名人著名人の方の、生命の終わりっていうのには少なからず私たちは衝撃を受けますよね。で、日々この国では、多くの方が亡くなっている現実もあります。割合的にどうなんですかね。計算したことはないですけども、割合として芸能人の方と、いわゆる一般庶民の方と、その割合ってのはどうなんですかね。明らかに乖離してるようであったら、極端に芸能人関係の方が、そういうことが多いようでしたら、何かこれはね、その業界特有のあれやこれやがあるのかもしれません。言葉にすることは本当に慎まなければならないぐらい慎重な問題なんですけども、この度ね、動画を見させてもらったんですよ。こちらの方、カズさんと言われる方が上げてらっしゃる動画なんですけども、神人さんという方のメッセージを代行して話されてるみたいなんですよね。14分ぐらいの動画なんですけども、非常にね、聞き入ることが多かったというふうに私は捉えましたので、ここで紹介させていただきたいと思います。動画概要欄に貼っておきます。必ずしもこうですよって断言してるわけでも何でもないんですけども、ただこういう見方もできるなと。そしてそれを通じて、私たちは普段関わる人とどのようにね、本当に向き合っているんだろうか。なんかこういう言葉があるんですよ。見えているものが見えてきたっていうね。不思議じゃないですか。見えてるものが見えてきたっていう表現があるんですよ。普通ね、見えないものが見えてきたっていうことで、自分の何がしかのスキルアップをしたりとか、精神レベルが上がったみたいな表現はあると思いますけども、見えてるものが見えてきたよみたいな表現ってあるんですよ。で、私たちはね、普段、お付き合いのある人、大切にしている人の見えてる部分を見えてるでしょうかってことなんですよね。もしかしたら見えてない部分にばかり意識を向けて、見えてる部分すら見えてないんではないかなみたいなことをね、感じてしまうわけなんですよね。こういったことってのは、取り留めもないんでこの辺にしておきますけども、いずれにしてもね、お悔やみを申し上げるとともに、これからね、まだ強く生きていかなければならない私たちは、悲しいこともあるけれども、生きてることの意味っていうのはね、なかなか分かんないんですけども、少なくともこうやっていろんな方と語り合いながら、確かめ合いながら生きたいなと思ってるわけですね。ちょっと表現が曖昧ですけどもね、こういう話題ですから、ちょっとご容赦くださいということで、動画概要欄の方をご覧いただければ幸いです。ありがとうございました。